阿川沢子は日本のエッセイスト、小説家、タレント。阿川博之の長女として東京都に誕生。幼少期の1年間は広島市の大畑で育った後、東京の中野区鷺の宮、新宿区四谷へと移る。東洋英和女学院中学部、高等部、慶応義塾大学文学部西洋史学科卒業。卒業後は織物職人を目指し、 その過程で様々なアルバイトを経験。1981年、朝のホットラインでリポーターを務め、1983年より、情報デスクトゥデイのアシスタントを務める。1989年からは、畜子哲也ニュース23のキャスターを務める。1992年に、米国ワシントンへ渡り、帰国後は、報道特集のキャスターとなる。 高派な報道番組に出演し続けていたため、報道キャスターのイメージが強かったが、1998年、ビート、たけしの TV タックルの進行役で、ビートたけしや大竹誠を筆頭に、浜田光一、三宅久幸などの強烈な共演者に臆することなく、適度に突っ込みを入れつつ、進行に徹する姿が受け、タレント性の才能も引き出される。2012年、エッセイ。 菊地からお上し、2015年3月15日には、博物館、明治村の4代目村長に就任し、初の女性村長となる。ダン・フミとは、同じ大学出身、かつ、父親が有名作家同士であるなど、共通点が多いために親密であり、共著も多く、CM でも共演している。2017年5月9日に、元、大学教授との婚姻届を提出。 結婚したことが報道された。沢子という名前を名付けたのは父、広雪であるが、これは、阿川家とは、縁もゆかりもない、南沢子という女性の墓石から、父が勝手に取ったものである。これは、兄、直雪の出生時、父が女の名前しか用意しておらず、男児誕生の知らせを受けて病院へ向かう、道すがら、偶然通りかかった縦山墓地の墓石の、 南直行という文字が目に入り、この名前を拝借して直行と名付けたため、次に生まれた沢子も同じ南家の墓石から名付けられた。同様、さっちゃんなどで知られる坂田博夫と阿川博行は友人関係にあり、娘の内藤恵子や大浦瑞樹とは幼馴染で、詐欺宮の同じ団地の坂田家にはしょっちゅう上がり込んでいた。なお、 同様さっちゃんのモデルは、阿川沢子ではない。ある日、坂田に、オタクの鰹節弁当の作り方わかると尋ねられ、楽曲制作のヒントを求めていると感じた阿川は、みんなの歌用の楽曲として制作されることを、期待して詳しく説明をした。そのアイデアは、後年、山本直澄作曲の合唱組曲、遠足の第3曲、お弁当として発表された。 新幹線のぞみ号の名付け親である。新型新幹線の名称決定委員に任命された、蔡、鉄道好きの父、ひろから、日本国鉄の列車の名前は、歴代すべて、大和言葉で付けられてきたとのアドバイスを受ける。候補に上がった名前で大和言葉は、つばめしかなく、委員会の終盤に、父の言葉とともに、最有力候補となっていた、希望を、 大和言葉にすると、望みになることを述べ、最終的にこれが採用されることとなった。過去の見合い相手の何人かは、国会議員となっており、番組で再会することもしばしばある。2013年6月22日に富士テレビで放送された、サンマのまんまに、ゲストとして出演した阿川が語ったところによると、赤カシアサンマが主演した、ドラマ、 男女7人の夏物語で主要登場人物7人のうちの一人を俳優以外から選ぶ方針があり、その人選の中で阿川もまた出演者の候補として挙げられていた。しかし、放送当時、阿川は報道系、番組、情報デスクトゥデイに出演していたこともあり、事務所が阿川本人に無断で出演の話を断ってしまい、後にその事実を知らされた阿川は、 幻のドラマ出演をとても残念だった。なお、その役は小川緑が務めた。祖父、阿川孝一母方の祖父が増田清など、ありがとうございます。